やっていくぞ。パート3だ、バカ野郎。やっていくぞ。ちょっと待って。設定だけ。もう、早いもん、操作の機器が。ゲームのディフィカルティは8でいきます。難しさ8。最高難易度でね。まあ、最高っちゃ最高じゃないからね。敵がそんなに強くないから。そんなに最高に難しいってほど難しくはないけど。誰で行くのがいいんでしょうな。俺も扱いしたいもん大体使い切ったぞ。このアファームド S が結構面白かった気がする。面白かった気がする。でも使いにくかった気もする。まあ、アファームド S 行ってみるか。あら？あ、そうか。B ボタンの A ボタンが。B ボタンと A ボタンが。ドリームキャストってね、A ボタンっていうのが、3つある、4つある、このボタンの配置の中で言うと、一番下なんですよね、A ボタン。つまり決定ボタンが一番下で、キャンセルボタンが右側にあると。プレステとかのね、プレステとか、スーパーファミコンとかとちょっとね、決定とキャンセルの配置が逆なんですね。で、これちょっと戸惑いがち。独自な。パンチ。ライダーパンチ。ライダーパンチって意味わからない。このアファームド S じゃない方の、アファームズと A だったかな？ R だったかな？もう一つの機体の F かもしれない。もう一つの機体の方が、今のように、空中前ダッシュ、空中前ダッシュ、両トリガー押しの右ダッシュボタンの、コマンドによって、長いこと言ってんな。ライダーキックみたいなね、そういう技が使えるんですけども、このアファームド S の方、ストライカーの方は、同じコマンドで、これでね、ライダーパンチが使えるところでね。前ダッシュだけでよかった。こういう感じで。強い強い。強い強い。ほら。ほら。強いのが来たぞ。勝てるか？この差は結構あるぞ。当たらんなー、やっぱり。お、運がいいね。運がいいね。ちょうど炸裂する弾の5個に分かれる弾の分かれっぱなに当たって真ん中に集まったから、一気に削っていけたって感じか。ほらー、サッカーボールキック。当たらん。まずいな。よし、でかいのが当たった。接近戦を仕掛ける。接近戦を仕掛け、危険だな。雑いな。雑いね。つまりこのバーチャルには少しずつね、機体に、隙の硬直時間があって、弾を打った後とかね、ジャンプした時の着地とかに少し動けない時間とかがあるので、そこをね、狙って当てていくというのが基本プレイだっていうのです。だからこの落ちたところになっていくみたいな。当たるんじゃないか。落ちてないってことだね。ういうい、当たんない。ほらー、全然ないよ。おいしょ、とい。思うように食らってしまった。こっちの技能硬直だってあるという間に。もう一発。ちょうど足元にね、ミサイル撃たれてたね。燃えている。ちょっと相性があまり良く、いや、
相性はあまり良くないこともないね。無理に遠距離戦を仕掛けずに近距離で畳みかければこのグリスボックならやれる。当たんねえ。サッカーボールキック、よし、脳天直撃。うっ、早いよ立ち上がりが。確かなんかあったな。こうか、違う、なんかあったような気がする。まあお前、いや、なんかあの、撃ったね、でかいの撃ったね。ここに来る前に逃げる。あ、危ね。うまいこと弾幕を使ってくるじゃないか、敵さんのくせに。これどうだ、あ、これどうだ。あんまりだな。これで当たってくれ。遊んでたか。遊んでたね今ね。あと一発だと思っていらっしゃった。急速猫を噛むと言っておこうじゃないか。死にすぎでしょう。こんな死にまくってる動画何が面白いんですかと。そんなことを言われてしまってもおかしくない。ノーコンだから価値があるんだってね。こんなボロボロに負けてるようなのはな。無価値だ。当たんねえよ。もっと刹那の見切りで敵の弾をかわしていかなくちゃダメだね。当たる。違う、こっちも違うな。こっちか、ジャンプ。あー、きつ。あー、近距離が出ない。よっしゃ、危ねえ。泥臭いな。泥臭いどころじゃないな。稚拙なプレイで勝ってますね。紙一重。まあ、紙一重でね、濃厚になったらまだ少しはね、格好もつくんだろうけどね。紙一重を。こっちのダメージもらってる。通んねえな。全然弾かれちゃう。敵の攻撃なかなか。弾を調節していく。スリリングだな、スリリングだな。うわっ、ここじゃない。ちょっと待って。ザコイ笑われてしまう。ちょっとでもバーチャルにあの心得のある人からしたらこんな動画はもう鼻で笑われてしまうな。なんかもっとね、あの両トリガースキルにね早く打てるのがあった気がするんだよな。これか、これかな。もっと早く打てるのがあるっていうイメージだったんだけど、もっとバーチャルだよな。避けながらシューティングゲームみたいなもんだからな。避けながら敵の攻撃を避けながら戦わなくちゃ。これだ、違う、そっち遅い方だ。しかも相手に弾かれると。こっちかな、つまりこっちか。
この王引く強いね一発が。王引く、王引くのチコチコ当てていくか。早いし早いし弾かんし、お、当たった当たった当たった。あ、外れるじゃないの、ここか、外れるな、違う、時間切れで勝ちたくないぞ。あ、勝ちた。先行き不安だな。今10分、まあ動画としてはスピーディーでいいけどね、スピーディーでいいけどね。倒せる気が全くしないぞ。倒せるビジョンが全くない。あ、結構食らわした、結構食らわした。うわー、何やっとんじゃ俺は、何やっとんじゃ。ハチノス、ハチノスっていう部位があるよね、焼肉にね。食べたことあんまないな。ハチノスってのがあるなということしか知らない。ゼンマイと何が違うの実態。ゼンマイって言ったりセンマイって言ったりする、ちょっと違うんだと思うけどね。牛の内臓をさ、いろいろそうこた細かに分けて食うほどそんなに牛好きかって気がする。うん、すごい聞いた。あー、もうちょっとだったら、当たりそう当たりそう当たりそう。あった、ここで調子に乗るかよくなるんだよな。一発、おうし、やるじゃないかアワームド。これは最終ボスまでいけそうな気がしてきたぞ。テムジ、Get ready。 ライダーパンチの前にキャンセルされた。あー、うまいタイミングで打つ。変なんで打ったな。これだ、よし、うまい。うん、見せかけだけか、あの攻撃は。うわー、おお、大技を、味な技を使ってくる。これは、うん、外れるか。まあ相手もそれを狙うわな。相手もっていうか、まあコンピューターだから相手もクソもないけどな。コンピューターにそんないろいろこちらの手を考えて、こちらのね心の動きを見て踏み込んできたりとか、そんなことするとは思えんが。変なチョコプレイだな。こうか、ああ分かった、今打てたんだけど、当たった、あれ外れた、うわっ危ねえ。もう流れが外れる。打ち終わり、うわ、よし。
あんまりかっこよくないな。この横だな、横ダッシュでの、横ダッシュ右ランチャーはちょっとなんかで決めるのはダサい。前も同様だけどな。これは高いな。当たってるけどあんま効いてないのこれ。おお、大技を、大事なことをしてくれる。これをコンスタントに打てるのが一番かな、もしかして。パンチ、うらー、気持ちいいね。ちょっとよくわからんけど、プレイで見たらよくわからん。相手が後ろに引いてると見た瞬間にこう前パンチでね、空中パンチで決めようかと今一瞬思って、それを実行したまでよ。これは強いね。うわ強っ。これパンチで決めるか。パンチ、お硬い硬い、さすが硬い。またなんかこれで決める、これで決める、違う、こっちで決めるんだ。あ、外した。速射砲。あー、これで死んじゃった。あー、かっこよく決めるつもりだったらな。よしよしよし、ボスだ。このボスをピシッとこうね倒しきることができれば、俺もこのバーチャロン地獄からね、バーチャロンプリズムから脱出できる。勝つぞー、うーよし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 、勝つぞー。あんまり勝てる気しないよな、正直。正直あんまり勝てる気しないよな。武器的にもさ、あんまりこのどれが強いのかもよくわからんまま戦ってきたからね。ちょっと今一の感が拭えないし、うわわわわわ、ダイヤットじゃ俺は。55% だぞ。もしも次的に攻撃来て 50% 以上食らわさないと、勝てんちゅうことだもんな。もう開き、何でそれ、何、油断した、油断したかな。コンティニューできるね。あれ、コンティニュー何でさっき最初できなかったんだろう。一応コンティニューできますね。あともう一回だけチャレンジさせてください。もしもこれでクリアできなかったらたら諦める。これでもしもクリアできなかったらね。ただまあクリアするけどね、ただまあクリアさせていただきます。技が少なすぎるんだよこの食らっちゃってる。 50% 食らってるよ。アホか。54.9、 効かんなあ。ファームドが火力ないとは思わん。俺がうまい武器の選択をできてないんでしょうな。当たるよこんな近いところにいたら。効いてね。うまいこと当たらないようにかわしてはいるが、推薦いってるんだな。あー 7.9%、 はぁ、あ、思い出した。こういう風な死に方をするとコンティニューできないんだ思い出した、時間切りだとコンティニューできないんだ。そうだそうだ。
ゲームオーバー。プリズンから脱出できず。次回パート4でお会いしましょう。